ロサンゼルス12日、日本時間13日、米大リーグのポストシーズン、PS ワナ・リーグのリーグ優勝決定シリーズが13日、同14日にドジャースタジアムで開幕する。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が前日会見に出席し、第1戦に先発するメッツ、千賀滉大投手、31について、滉大のことはよく分かっていない。 前回の登板が2回31球だったことは知っている。おそらく3イニングを投げ切ろうとしているだろう。シーズン前は彼がエースだったはず。とても楽しみです。今は彼のことを学んでいるところです。と語った。写真、リーグ優勝決定エース第1戦先発のメッツ、1000が。第6シードから勝ち上がってきたメッツには、とてもいいプレーをする。だから、いい野球をしなくてはいけない。 地区シリーズと同じ熱量、集中力を持って臨まなければならない、と語り、前夜のシャンパンファイトの余韻は全くなく引き締まった表情だった。